お待たせしました。ラーメン2つです。すみません。ラーメンお願いします。ラーメンですね。いつもありがとうございます。少々お待ちください。いやー、ここのラーメンだけは週1で食ってまうな。いや待てよ。今週2回目ちゃうか？どんだけ好きやねん、ここのラーメン。まだかなー、まだかなー。まだ麺茹でてるやろうし、あと3分くらいかなー。キャー！どうしました？大丈夫ですか？虫が、ラーメンに虫が。おい、どういうことだよ。ラーメンに虫入ってるじゃんか。こんなの食えるかよ。うわー、最悪やな。ラーメンに虫は嫌やな。でもたまに入ることもあると思うで。この店結構綺麗な方やし、たまたま入ったんやろ。どうすんだよこれ。すみません、すぐお取り返します。当たり前なの。こちら新しいラーメンになります。おお、早いな。ん、すぐに出てきたな。ちょっと待て、それ俺のラーメンちゃう？俺がちょっと前に注文したラーメンやろ。絶対俺のや。いや別にいいねんけど、一言こっちにあってもよくない？お客様のラーメン、あちらのお客様に先に出してもいいですかって。どうする？切れる？いや、そんなことで切れるのも恥ずかしい。え、でもこのモヤモヤ、この気持ちどうする？皆さん、こういう時どうしてんの？チャンネル登録お願いします。